皆様こんにちは。サッカー情報局、改めナデスター局です。今回はなでしこジャパンエースの長谷川選手についてです。パリオリンピックを決め、その組分けも決まりましたが、最後の北朝鮮戦で残念ながらなでしこの弱点が暴露されてしまいました。まとめますと、1、攻撃のパターンが確立されていない。2、得点を取るエース不在。3、3バックなのか4バックなのか。4、左サイドバック不在、遠藤の離脱。以上が考えられますが、今回は1について考察します。ワールドカップでスペインを破った時に一つの形を世界に知らしめましたが、その進化系を模索してきて、熊谷をディフェンスラインの前に出しましたが、どうもうまくいきません。そこでボランチの長谷川選手を2列目に起用したらどうかという話が出ています。局としては反対です。確かに長谷川選手の攻撃的センスは高いですが、なでしこジャパンにおいてはやはり3列目に長谷川選手がいる方が良いと考えます。先日行われた FA リーグでのマンチェスターダービーでの映像を見ながら解説します。まず体格で劣る長谷川選手ですが、相手から華麗にボールを奪取したシーンです。今日の五条の橋の上ではないですが、まさしく内若丸ですね。相手はファールするしかありませんでした。次に2つのシーンです。最初は左サイドで味方からのパスをうまくつないで仲間のシュートをお膳立て。次は右サイドからバックパスを正確なクロス、ゴールへとつながりました。確かに自チームの攻撃陣にタレント豊富なのでなせることなのでしょうが、なでしこでも長谷川選手はこの役割の方が合っていると考えます。今回は触れませんが、なでしこでの受け手が必要不可欠ですね。最後に長谷川選手はボールの配球だけではありません。画像を見てください。注目のシーンはボックス右に侵入したファウラーからパークを経由して中盤の底に位置する長谷川へとボールが渡った。ゴールまでおよそ30メートル、長谷川は迷うことなく右足を振り抜くと低弾道の弾丸シュートがゴール左へ。残念ながらボールは左にそれましたが、これこそ長谷川選手の真骨頂です。うまくて強い、やはりボランチで相手の攻撃の芽を摘み、味方の攻撃の起点となる、はたまた自らも相手の意表をつくロングシュートを放つ一人三役です。以上のことから3列目がベストと考えます。新時代のダブルボランチは長谷川、谷川で決まりです。はい、今回はここまでです。今後もナデスター局では画像を元にしてなでしこジャパンに提言していきます。ぜひ登録よろしくお願いします。それでは皆様次回お会いしましょう。さようなら。